三重県の一番南の端から来ました文系丸津さんの中山です。今日は、伊勢海老汁を、皆さんにね食べていただきたいと思いまして、こういう形になりました。今日はね伊勢海老の、鍋と、干物、ね、こちらね和歌山県の紀伊酒協の干物となってます。でみんなね、美味しそうやね、これ寒い中ね、来てもらってね、あったかいな、一緒に食べてもらって、もう体もね、ほぼかしてもらってね。今日は熊野から来ましたけど、ちょうどね、気候的にも寒い時期になってきましてね、伊勢海老の鍋ってね、ものすごくタイムリーで良かったんじゃないかと思います。今日1時間経たないうちに鍋がこれ2杯目なんですけども、よう売れてますわ。まあ伊勢海老もねものすごくいっぱい入れてますんで、甘鯛、文京丸水産の甘鯛、海洋深層水で、海洋深層水の塩味をつけました、はい、これちょっと焼くわね。いただいてみます。もう一応試食済みなんで私。よいしょ、さえちゃんこれちょっと、あ、チーズだわ。油、これ油が滴り落ちてる、これでいいから、いいか。